国鉄滝一万経過車とは、1963年から製作された石油類専用の35トン石タンク貨車である。製造時は、日本国有鉄道、1987年の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に車席を有した。同様の車体構造で同時に製作されたガソリン専用タンク車。 タキ9750型についても本項目で解説する。タキ1500系、タキ3000系の後継形式として製作され、タキ9800系、タキ9900型と並行して製作されたが、大量に製作するまでには至らなかった。タンク体を太くして、車長を短くし、大枠は高張力構成をハット断面にプレス成形したもの使い、 ガワ張りを廃止して軽量化している。その後の製作は、標準設計方式を取り入れ、製作コストの適正化を図った、多機3万5000型に移行した。本系列は、1962年から1979年にかけて、汽車製造法加護車で2形式合計103両が製作された。車体は軽量化のため、大枠のガワ張りを省略している。タンク体は、 ドーム付きで、多機1万型が普通構成、多機9750型と多機1万系の一部は対抗性高張力構成である。図色は黒である。二役方式はタンク上部のドームから積み込み、タンク下部中央に設けた土質管を用いるウェイレ、下出し方式である。台車は TR41C、ブレーキ装置は手ブレーキと空気ブレーキである。 池江道車35トン石の石油類専用タンク車である。1963年5月27日から1967年11月27日にかけて84両が、汽車製造、新潟鉄工所、東急車両製造、川崎車両、富士車両で製造製作された。落成時の所有者は、昭和石油、日本陸運産業、井出光興産。 丸禅海運、共同石油、日本石油輸送の6社であった。1979年10月より化製品、分類番号、年31が表記された。c 重油など高比重、高年度の油脂を輸送するための車両で、タンク端の鏡板には大型の点検外を設け、取り下ろし時に積み荷の流動性を確保するため、タンク内部には高圧蒸気を通す。 加熱管を装備する。タンク体は、なおのぶつつ型であるが、タキ1063とタキ1064は、両端が絞られた、形道となっている。タキ1083はブレーキ装置が、赤空ブレーキに変更された。タキ1084は1979年2月19日に、外部加熱方式の試作車として、 多機3万5000型から日本車両製造で改造し、多機1万型に編入した車両である。種車の大枠以下を流用し、多機3万8000型に類似した、異形同のタンク耐震制した。台車はオイルダンパを併設した TR41E 型を、積車重量増加に伴い改造を施した TR41ES-13 型である。 1987年4月の国鉄分割民営化時には43両が JR 貨物に継承され、1995年度末時点では23両が現存していたが、2001年4月に最後まで在籍した1両が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。 35トン石のガソリン専用タンク車である。1962年12月5日から1966年9月29日にかけて4ロット19両が汽車製造1社で製作された。タンク体は、多機1万型より長く、多機9750は、なおのぶつ,つ型、多機9751以降は、両端が絞られた、異形道となっている。 落成時の所有者は、昭和石油、丸禅海運、日本陸運産業の3社であった。所有者の変遷が多い形式であり、生涯所有者が変わらなかった車は5両だけであった。1966年10月28日に、丸禅海運所有全車が、丸禅石油へ、名に変更された。さらにこの3両は1972年10月18日に、 日本石油輸送へ、名義変更された。1976年4月22日に、日本陸運産業所有者2両が、日本石油輸送へ、名義変更された。この2両は4年後の1980年7月3日に、再度日本陸運産業所有となり、さらに1年後の1981年12月15日に、再度日本石油輸送となり、 なおかつ7年後の1988年4月26日に、最再々度日本陸運産業所有となった。このように両者の間をに往復した。1984年8月9日から同年9月8日に、かけて、昭和石油所有者給料が、日本石油輸送へ、名義変更された。1979年10月より化製品、分類番号、年32が表記された。 1987年4月の国鉄分割免営火事には15両が JR 貨物に継承され、1995年度末時点では8両が現存していたが、2001年4月に最後まで在籍した1両が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。35トン積ベンゾール専用車。 1965年6月30日に2両が新潟鉄工所で製作された。東室蘭駅を常備駅として北市産業が使用したが1986年11月29日に廃車となり形式消滅した35トン石の石油類専用車。保温規制を持つ C 重油など高比重。 高年度の油脂を輸送するための車両で1964年から1968年にかけて33両が、汽車製造、川崎車用、富士中工業で製作された。ありがとうございます。